久保さん。久保さんを見ましたかあの動画。見ましたよ <laughs>。うん。まあ僕はね、やっぱね、時代が変わったなと思うのが、あの与沢翼が、あの与沢翼が、あの、勝てないね、みたいなね。<laughs> すごいね、みたいなね。そう。そう、光くんのことなんか言ったりとかしてましたけどね。 でもやっぱあの,あの当時やっぱそのメディアを旋風してねぶわーって出て,出てきたそしてもうなんか一世を風靡した人がねかてそれを上回るというかねなだろうなあの時はてっぺんだったような気がするんだけど今、小粒っていう、ね、<laughs> 何なんですかね。<laughs> 正直、小粒で。だ確かに、なんか、青汁王子と比較すると、ね、小粒っすよね、与沢さん。<laughs> なんか、そう、自分でもそう言ってるし、いや、そう見えちゃうっていうね。何なんですかね。<laughs> あの時は時代の、なんか、ね、いいともにも出てましたからね。いいともに、まあまあ出れないっすよ。<laughs> ね、<laughs> すごいっすよね。うん。だからまあ、 時代は変わるわるけですようんだからまあなんだろうな時代は変わるけども自分が変わってないんだったらあ時代がどれだけ変わっても一生変わらないってことですねうんだからその自分が変わらないっていうことに満足してるんだったらまあ満足してないからなんか探してると思いますし満足してなかったからこそ奥、まあ、万長者合宿にね参加してで目の前にね 久保さんも言うとおり、目の前に、まあ、数年でね、一応ね、あの1億稼いだ人が喋ってるわけですよ。で、いろんなチャンスもあったし、で、そんな合宿をさ開催した僕たちがずっとやっていて、ずっと買い続けていて、ね、久保さんも隠居になって、だいぶ変わったけど、まだ買い続けてるっていうね、<laughs> ひたすら動画本数は変わってますよね、日々。 日々動画本数は変わってますね。うまあまあこれからも僕は変え続けますけどね。てか、変わりますね。だってやり取り続けんだもん。<laughs> やり取り続ける以上本数また増えますし、シリーズ増えるし。まあこのシリーズだけでね、まあ余裕で1万本はもういきますんで。このシリーズだ、トータル、累計。<laughs> すごいですね、久保さん。 このやりとりでトータルもう余裕で1万本いくみたいなこ,これだけでみたいな <laughs> なかなか伝説のシリーズになりましたねいってらっしゃい。